リプレイが鍵を握る。新感覚 ART、 勝負の行方を決めるのは己の選択。マイゲームのチャレンジが引き金となる。ラムダドライバーモード搭載。パチスロフルメタルパニック TSR、 未知なる衝撃を体感せよ。本機は強烈な上乗せ性能を持つ ART がポイント。リプレイの概念を覆す ART の性能をフルに生かすのはまさに己の引きにかかっている。 ART はエースモードから始まる。あらゆる試練を乗り越えラムダドライバーモードを目指せ。エースモードは1セット最低50ゲーム。任務を開始する。押し順ナビでの消化だから初心者でも安心だ。もちろんゲーム数上乗せも搭載。敵を撃破してゲーム数を獲得せよ。そして今回の ART はリプレイがチャンスの鍵を握る。 ART 中のリプレイは全て6択押し順リプレイ。リプレイの押し順が正解すると右上の起動ゲージがアップ。己の力でリプレイを押し当てろ。マイゲーム押し順当てに挑むところから全てが始まる。ゲージがマックスに達するとラムダドライバーチャンスが発生。ここで再び押し順リプリプベルを入賞させればラムダドライバーモードへ突入。ここからが激アツ。ラムダドライバーモードはマイゲーム ART ゲーム数が上乗せされる激アツモード。出現した役で上乗せゲーム数が変化。レア子役出現は期待度アップ。多彩な上乗せ景気を見逃すな。もちろんラムダドライバーモード中もリプレイが鍵。リプレイの押し順が正解すると継続ゲーム数自体もアップ。弾丸の数に注目だ。2つの ART モードの連続性と上乗せ性能でリプレイの概念を覆せ。ボーナス。通常時のボーナス発生は ART 突入のチャンス。これはスペシャリストだ。ビッグボーナス。ビッグボーナスは獲得枚数207枚。レギュラーボーナスは獲得枚数50枚。ビッグボーナスは液晶画面にソウスケが出現したらオーラの色に注目。ここで白バーが揃えば ART 突入。レギュラーボーナスは入賞時にミッションを決定。ベルの押し順が正解すると敵 AS を撃破。ミッションクリアで待望の ART 突入へ。そして ART 中のボーナスはゲーム数上乗せの大チャンス。ビッグボーナスはバーが揃うたびゲーム数上乗せ。レギュラーボーナスはミッションが発生せずマイゲームが上乗せのチャンス。人大高校2年4組出席番号41番、ゴミ係兼傘係の相良宗介だ。スリリングな連続演出を搭載。多彩な予告演出がプレイヤーを魅了する。リプレイの概念を覆す。勝負の行方を決めるのは己の選択。マイゲーム上乗せされるラムダドライバーモードが勝利への引き金。この斬新なシステムがプレイヤーを興奮の境地に誘う。パチスロフルメタルパニック TSR、 己の力で勝負を決めろ。